どうも皆さんこんにちは。私は料理研究家のおーちゃんと言います。実は最近新しい調理器具をアマゾンで購入いたしました。それがですね、これです。はい、ドン MS18 10万ルーメンある。10万ルーメン、ルーメンって明るさの単位なんですけど、市販されてる中では世界最強かもしれませんね。10万ルーメンは、10万ルーメンってやばくないですか。普通の懐中電灯ってね、2、300ルーメンとかですよ、安いのだったらね。でちょっといいのになってくると1000ルーメンとかもありますけども、これは桁が違います。10万ルーメンですからね、多分まともに人間がこれ食らったら失明するんじゃないでしょうか。非常に危険ですね。このように丈夫な箱の中に梱包されております。うわ、ああ入っとった。ほらほらほら、これやばな、これでかっほらもう大砲みたいなん、これほらなんか書いてある。 Please remove it before the use、 扱う前にこれを剥がしてくださいね。はいはいはい、わかりました、剥がします。ほら、うわー、もう この感じだけでなんかやばそうな感じがしますね。この光をまともに浴びたら多分もう失明します。やばい、うわ重たっ。これが充電ケーブルかな。つまり、このプラグをどっかに差し込んで充電するのね。どこだ？どこやどこや？お尻のシルバーのこの金具が取れますね。あ、ここですね。ここが充電プラグを差し込むところですね。ここに、こうプラグを差し込んで充電するんですね。もう直接電源から電気を取って充電する形式ですね。見てください。冷却用のファンがついてますよ。出力が強すぎるんで、冷却しないとオーバーヒートしちゃうんでしょうね。もう兵器じゃん。試しにちょっと照らしてみるか。今700ルーメンですね。700ルーメン。2000、5000、1万、2万2000、3万、6万、うわー眩しい、あー、消えた。あー皆さん、これが10万ルーメンですよ。10万ルーメン、ほら。うわー、もう何も見えん、10万ルーメン。やば、うわ、熱っ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 。これめっちゃ熱いねんけど。やば、えぐいってこれ。ほら。うわー、眩しい。こんなん人に向けたらもう失明するわ。失明じゃ済まんかもな。熱いもん、熱いというか、あったかい。ほら、あったかい、あったかい。もう手が白飛びして見えないでしょ。もうやばいっすよ、これ。ちょっとつけただけで、もうだいぶ熱くなってます。熱くなるってことは、これ熱が出てるってことです。そう、熱が出るんですよ。熱が、光もエネルギーですからね。これ熱が出るんですよ。ってことはですよ、この熱を使って加熱調理ができるってことです。ファンがつくくらいですから、かなりの高温になるはずです。ってことは、なんか物を焼いて食べることも可能というわけですよね。つまりこれは調理器具ですよ。私料理研究家なんで、どうしてもこういう新しい調理器具を見ると使ってみたくなっちゃうんですよね。これは蜂の子ですね。黄色スズメバチの幼虫とサナギですね。もう羽化直前で色ついてるサナギもありますけども、この色ついてるサナギが一番美味しいんですよ。今からこのスズメバチを世界最強の懐中電灯で焼いていきます。まずフライパンに油を敷きます。ほい、あ、ちょっと多かったかな、ちょっと多かったかも。蜂の子を投入します。ほら、では点火します。ファイヤー。わー、ちょっともう中の虫白飛びして見えませんね。やば、ただいま10万ルーメンです。10万ルーメンでフルパワーで加熱しております。さあどうなるかな。すごい熱い、熱い、熱気がやばいよこれてか持っとんの重てえな。もうほら、フライパンがちょっと熱くなってきとるもん。やべえ。さあこれで蜂の子焼けるのか。蜂の子美味しいんですよ皆さん。蜂の子はね、本当に美味しいんですよ。特に色つきかけのサナギおすすめです。まあこれ黄色スズメバチなんですけど、一番美味しいのは黒スズメバチですね。黒スズメバチはね、美味しいんで一般に流通してたりします。蜂の子と称して売られているもののほとんどは黒スズメバチだと思っていいでしょう。疲れるなぁ、ずっと持っとんの。でもこのペースやって焼けるのに時間かかりそう。まあ焼けそうな気はするけども、焼けるのに時間はかかりそうです。でもね、これ魚焼けるらしいんでね、このライト、魚が焼けるライトとか言われてたりするんで、ちょっとオーバーヒート気味かな。警告音が鳴りました。今やばい、あっちんちんなんやけど、あちゃ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 、やばい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 。
あ、ちょっと香ばしいような匂いがします。そしてなんかちょっと焼けてきとんじゃない？これ。ちょっと焼けとんじゃないのかな？さらに5分ほど加熱してみたんですけども、なんかね、こう表面、こっちのライト当ててた方の面だけなんか焼けた感じがしますね。なんかちょっとね、なんかカリカリっとした感じが。ほら、この表面、なんかちょっと焼き色ついてますよ、これ。ひっくり返そうか。こう箸でからくりながら加熱した方がいいのかな、もし。炒めましょう、こうやって、光に当てながら炒めましょう。私としたことが失敗しました。電池がなくなってしまいました。ちょっと充電が甘かったかな。満タン充電せないかんだね。電池がなくなってきたんで、これ以上の加熱は無理ですね。とはいえ、だいぶ焼けてきてる感がありますので、ほら、なんかちょっと焦げついた跡もありますよね。これもいけんじゃないのかな。まあ、いけるべ。いけるべ、ほら。その焼き跡までついとるがな。いけるべ、もうこんだけいったら。はーい、焼き上がりました。あんまりずっとつけっぱなしにしてるとね、オーバーヒートしそうになるんで、途中冷却挟みながら、どうだろうな、20分ぐらい加熱しました。そうしましたらね、まあ、なんか、結構焼けてる感じはしますね。表面は少なくとも焼けてますね。中はわからんけど、でもまあ、中生焼けでもね、大丈夫ですから。別に生で食ってもどうってことないんですから、生焼けぐらい大したことありませんからね。それでは早速いただきましょうか。食べる前にドイツの岩塩アルペンザルツ、これを軽く振りかけます。はい、オッケー。ほな、いただきます。あ、うまい、うまい、うまい。あ、スズメバチさ、これ中でもう毒できとるね。毒ができてます。スズメバチは毒液の味がちょっとします。さすがに毒液は苦いな。あ、これは毒液の味しませんね。本当に羽化直前になるとね、毒液が作られるみたいですね。これは大丈夫だろうな、多分。あ、これも OKOKOK。この色のついたさなぎはね、なんか殻の硬さがちょっと入りますから、歯ごたえが出てくるんですよね。食感がいいんですよ。まあまあまあ、そんな生焼けでもないと思うんやけどな。まあでも揚げたり炒めたりした時に比べたら若干加熱甘いかなって感じはしますけども、まあいっか。大丈夫です、これぐらいはね。うめえ。この子の充電が切れちゃったんで、途中で調理やめましたけども、満タン充電しとったら多分30分ぐらいは加熱できるんじゃないのかな。そしたらもっとね、ちゃんと焼けるかもしれません。でも効率悪いわ、これ。だってさ、下のガスコンロに火つけたらさ、もう5分ぐらいですよ。5分もかからんのちゃうかな、こんなちっちゃいやつは。ガスコンロだったら5分ぐらいで済むところを、このライトでやったら、どうだろうな、20分、30分かかっちゃうんですよね。だから効率は悪いですね、正直。うまい、うまい、うまい。これ、紙切りの幼虫もライトでやるとは美味しいかもな。あれも生でいけるからな、正直。ちょっと改善の余地ありです。もうちょっとやり方考えんとな。なんかずっと持っとんのもきついしさ、あとフライパンはさ、フライパンの、形状でさ、熱がこもりやすいから、それでオーバーヒートしやすいっていうのもあるね。なんで溶岩プレートとかの方がいいかも。溶岩プレートとかに虫乗っけて、で上からさ、ピカーッと当てるのがいいのかもね。溶岩プレートやったらさ、熱がこもらんからさ、光が当たってるところだけしっかり加熱されるから、溶岩プレートの方がいいかもね、フライパンよりも。でもまあ調理器具として一応使えることは分かりました。効率は悪いですけれども、まあ使うことはできると、そういうことですね。ラス1。わ、最後のさなぎなんか甘いぞ。甘い、なんかやたら甘いな。まあいいや、ごちそうさまでした。このライトやばいっすね。MS18 やったかな？ MS18 やばいっすね。虫も焼けちゃいます。魚が焼けるってのは知ってましたけども、虫も焼けます。一応焼けますね。10万ルーメンって恐ろしい火力なんですね。これ1本持ってったらさ、なんか石の上に虫乗せて焼いて食えるんじゃないの？まあ普通にね、ガスコンロちっちゃいやつ、キャンプ用のやつ持ってった方が絶対効率いいと思いますけどね。
ですよ。そういう使い方もできるってことですよね。一応サバイバルに使えるってことですよね。ただでかすぎ重すぎでちょっと使い勝手悪いですけどね。というわけで世界最強の懐中電灯でスズメバチを照らすとスズメバチは焼けてしまうということが分かりました。スズメバチを焼いて食べることができるんですね。すごいライトです。このように当チャンネルでは皆さんの生活に役立つ動画を多数発信しておりますので、チャンネル登録がまだの方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。それでは皆さん次回もお楽しみに。バイバイ。バイバイ。